皆さんおはようございます。トップ JB アイドルを目指しているラバージェルの七瀬静香です。シャキーン始まりました。さあ第3回目の収録なんですが、前回第2回目の収録をさせていただきましたミクチャンアリーナ茨城店さんで、本日も収録の方をさせていただきます。パチパチパチ。さあですね、前回ですよ、前回朝一番すごい100人以上並ぶ中で奇跡の一番を引きまして、奇跡の一番を引いたにもかかわらずミッション達成ならずと、なんとも情けないところをね見せてしまったので、今回はね綺麗にミッションクリアしていきたいと思うんですが、その前にですね、この番組第3回目の収録とはなるんですが、まだ今初めてクリックしたという方、静かにお任せ初めて見るという方がいらっしゃると思うので、簡単にルール説明の方したいんですが、ですね、私七瀬静香がトップ JB アイドルになるための修行する番組となっております。そしてですね、ミッションの方が出されるんですよ。ミッション引きまして、そのミッションをクリアすれば視聴者の皆様に豪華な豪華なプレゼントがプレゼントできると、そして七瀬静香の質がぐーんと響くね、ここ上がるとなっております。そしてですね、第1回目の放送の視聴者プレゼントミッションが無事クリアできたということで、視聴者プレゼントの方の応募数53件。すごい、53件ありがとうございます。もう結果はまだ分かってない？分かってる。もう送ってるってことなんですね。今回もクリアして豪華なプレゼントを視聴者の皆さんにできるように頑張りたいと思う。とりあえず恒例のミッションの方行きたいと思います。見てこれ、本当にいっぱい入ってるから、じゃあ行きます。また簡単なのか難しいのか、獲得前1000枚以上見せろ、だから一撃ってことですね。一撃4桁枚以上、抽選もう引いてきたんでしょ今回は。今日ね、見て、今日収録11月5日なんですけど、パチンコ鉄拳でスロットは、来ましたよ。エレクセブン216花のケージ、俺より我ら修羅に入るが今日から開始ということもありまして、150人超えです。その中でビビン96番、前回のね1番と打って変わって96番ということで、本当はね狙ってたんですよ、もちろん。前回1番引けたから今回もいけんじゃねえのっていう軽いノリでちょっと狙ったんですけど、無理ということで、これ以外の台でなんとかミッションクリア狙っていきたいと思います。危なセーフセーフなんかダメダメダメ、これはしないからね、千枚だから頑張ります。任せん、無理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 、はい、直して、早く直して、早く直して、任せん。はい、それじゃあですね、収録の方スタートするんですが、狙い台がもう本当に埋まってて、本当は天空の奇跡、いやもちろん最初はエウレカセブンだったんです。でその後の座れなかったので天空の奇跡満台で、その後ナデスコ侍だったんですけど、結構ね常連さんのオフとか見たらやっぱ純真なで、台数の多い看板にしてるのかなと思うような機種、北斗であったりバンチョであったりバンジリスクなどが埋まっていてたので、とりあえず朝は純真ならナデスコ侍打ちますけど、まあコロナ台があんまり動きが良くなかったら台数の多い機種とかに行こうかなと思っています。チラ見しちゃおう。あー
席が空いていたということなんで、ゲッチュでございます。ベルリプレイからなのかどうなんだろう。さあ入ります。
ありがとうございました。さあやっとこれで、ありがとうございます。もう長かった。今ねトーチが29本でございます。ただ見て、今合格中です。私がゲットできる可能性高い。終わりちゃった。さあここで勝てば継続します。それじゃあ行けます。なし、じゃあ中継の106枚たっぷり回帰する。たまらんよ、ほんと。ただこの後、まあ早い段階では64ゲームテンションにかかればね、で、AT 終了後は必ず全長ステージに入るということなので、
まさかの。